はい、どうも、いつきんと申します。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日なんですけど、バランス調整が発表されるということで、18時に発表されて、早速ですね、内容を確認しましたので、キャラをね、今から見ていこうかなと思います。で、今回調整される内容がこちら。月影星5の、調整者カウェリック。予想通りですね、来るんじゃないかなとは思っていましたが、ようやくカーベリックに光が当たるのかなというところです。で、2人目が制約英雄のエダ。これは嬉しいですね。僕、結構最初の方使ってたんですけど、最近めっきり、氷属性がちょっと不利になってしまったっていうこともあって、使ってなかったんですけど、調整が来るということで、結構信頼度とかもね、今、上げ切った、ちょうど上げ切ったところだったので、かなり嬉しい、内容ですね。そして3人目が制約英雄のユピネ。ユピネも弱くはないんだけど、多分、かなり初期の英雄なので、使ってる人が少ないのかなっていうところですね。そして月英雄星4からは、血拳のカリン。これもですね、内容後で見ていくんですけど、かなり強くなるんじゃないかなという感じがします。そして最後は制約英雄のカーマインローズ。クラスチェンジしたカーマインローズですね。こちらもなんか最近イベントで結構押されてたので、なんかその辺の関連もあるのか、調整が入りました。そして最後、古代遺物。星5の、明治遺物ですね。女神の闇なる手。これ僕結構ね、使ってて、防衛でポリティス置いてて、ポリティスにつけてるんですけど、結構ポリティスってステータスが難しくて、スピードと火力を盛ると、クリティカル率がかなり盛りづらいっていうところもあって、これつけてるとね、結構、便利だったので使ってたので、これも嬉しいですね。そして星4。混沌の指導者たち。これアサシンの星4遺物になります。これはですね、もう、こいつに使えっていう感じの調整なので、これもちょっと後で触れていきたいと思います。はい。では1人目、調整者カーベリックから、簡単に追加された部分だけ、読み上げていきたいと思います。まずスキル1に、自身のアクションゲージを最大15%アップさせる効果が追加されます。今までは自分以外だったんですけど、自分も上げることで、さらに味方のアクションゲージを上げれる機会が増えるっていう感じに、調整されました。そしてスキル2。こちらは強化効果をすべて解除する効果が追加されたので、今までは、攻撃力ダウンを付与する効果だったんですけど、免疫で弾かれたりとかっていうところがあったんですが、強化効果を解除する効果が、追加されました。ただ、敵単体なので、そこまで、強くなったかと言われると、あって当然だった効果なので、ようやくプラマイゼロになったのかなっていう感じがします。そして、スキル3、覚醒後の方だけ、見ますが、自身のアクションゲージを50%、アップさせる効果が追加。さらに、このスキルが使用可能な状態の時、ターン開始時に自身の弱体効果を一旦短縮させるという効果がつきました。で、全体的に見てみますと、もう明らかに、天使、アンジェリカ、エンジェリカをメタってきている性能になっていますね。特にこのスキル3の、スキル3が使用可能な状態の時に弱体効果一旦短縮ということで、今まで沈黙とか入れられてしまうと、スキル3使えなくて弱体効果解除できなくて何もできないっていうことがあったんですけど、それがなくなりました。で、今まではその抵抗力を持って沈黙とか入らないようにしていたんですけど、これからは、抵抗を盛る必要がなくなったので、ちょっと装備を変更する必要が出てくると思います。で、他のを見てると、スキル1とか、スキル3にアクションゲージをアップがついているので、これによってスキル1を打つ機会が格段に増えると思うので、アクションゲージアップのサポートを、強くするために、ちょっとスピードを重視したビルドにするのが、いいのかなと思います。これで味方をサポートしてあげれるので、割と役割としてはもう格段に増えたので、これはなかなか、ちょっと僕もね、カーベリック持ってなくて使ったことがないので、的外れだったら申し訳ないんですけど、持ってて使っている人からしたらかなり使いやすくなったので、嬉しい調整なんじゃないかなと思います。で、2ターンの行動不能デバフ、スタンや沈黙や挑発、
を持つ英雄っていうのはかなり数が少なくてですね、さらにスピードもそこそこあるっていうのを付け足すともうほぼいなくて、クルリと、光ローマンぐらいかな、これが、挑発2ターンと沈黙2ターンを持つ英雄なので、まあなかなか最近見ない英雄ではあるので、まあよほどのことがない限り、デバフを解除する役、クレンザー役としては、めちゃくちゃ使いやすくなったのかなと思います。はい、続いてエダですね。こちらも、ちょっと読み上げていきます。スキル1が、回復負荷から防御力ダウンに、変更されました。そしてスキル2が、強化効果を1つ解除から2つ解除に変更、さらにアクションゲージの、ダウン量がもともと 5% から 20% で、追加で 10% だったのが、元から 15% から 40%、まあデフォルトで、ついたというような感じになっています。で最大ダウン量はちょっと、底上げされているので、まあ 40% ダウンさせられたらかなり、厄介な、効果なんじゃないかなと思います。でプラス自身にスキルダメージ無効を1回付与、もうこれは明らかに切れたを意識した効果なんですけど、とりあえずつけとけっていう感じでついてますね。そして魂力解放効果が、10でスキルターン2減少だったのが20で追加ターン発生に変わりました。そしてスキル3、これも覚醒後だけ、読み上げます。味方全体のアクションゲージを 20% 上げるという効果が、追加というか、まあ、変更されました。もともとはクリティカルが出た量 ×5% だったんですけど、もともとデフォルトで 20% アップに変わりました。そして、ここが目玉。このスキルが使用可能な状態の場合、味方が攻撃以外のスキルを使用したとき、自身のアクションゲージを 20% アップさせるという効果が追加されました。全体で見ていきますと、昔僕が動画で投稿した、無限アクションゲージダウンの編成はできなくなっちゃいましたね。スキル2がもう追加ターンに変わってしまったので、ちょっと難しくなるかもしれません。まあ、実際やってみたらもしかしたらできるかもしれないんですけど、ちょっとどうかなという感じですね。で、スキル3の攻撃以外のスキルを使用した時っていうところで、もうこれは明らかにランと一緒に使えと言ってるようなもんですね。ランは、非攻撃スキルを持ってて免疫もつけれるので、ポリティスにも対抗できますし、非攻撃スキルを持ってるのでエダ自身のアクションゲージも上げれるというところで、ランで引き上げて、エダがスキル2で相手のアクションゲージをダウンさせて、魂力が使える場合はそのままスキル3につなげるっていうような、コンボが強そうかなと、パッと見た時に思いました。もちろんラン以外にもエンジェリカから引き上げとか、引き上げてスタンさせるとか、メイドをクロエで剣バフつけて、スキル2でアクションゲージ相手を下げてこっちのアタッカーが動くみたいな、コンボも強そうですね。とにかく非攻撃スキルのを持っている英雄って結構増えてきたので、どんな、編成にも組みやすいような、効果になったのかなと思います。でもちろんですね、これ、重要なんですが、スキル3のところにですね、ターン制限書いておりませんので、これランとかエンジェリカとか、あとは今日もう投稿したさっき投稿した動画で使ったんですけど、ランと水着セリアみたいな、組み合わせをやったらこれエダがめちゃくちゃ上がってくるんで、これ複数で組み合わせてもまた面白い動きができそうかなと思ってるので、これターン制限つけなくても大丈夫なのかなってちょっと心配なんですが、なかなか面白い使い方できそうなので、僕としてはちょっとエダ使いたい英雄ではあったんですが使いづらかったので、これは非常に嬉しい調整ですね。はい、続いてがユピーネですね。こちらもちょっと読み上げます。スキル3だけの調整になります。自身に効果命中率アップを2ターンの間付与する効果が追加、そしてスキルターンが1減ります。で魂力解放が、強化効果を1ターン延長し追加ターンが発生するに変更されました。もともとユピネは攻撃と、攻撃力めちゃくちゃある英雄なんですけど、デバフも付与できるっていうことで若干噛み合ってなくて、正直デバフ付与いらなくねっていうところだったんですけど、効果命中がついたことでちょっとマシになるのかなと思います。ただ、ユピネを使うときって大体、ワンパンしたいときとか、
火力を出したい時に使うので、まあ、デバフを期待する場面ではなかなか使わないと思うので、まあ、そんなに目立った調整ではなくて、ちょっと意図がつかみづらい調整なので、まあ、どういったところを意識してこれ命中率アップをつけたのかなっていうところで、ちょっとわからないんですけど、まあ多少マシになったっていう感じはします。で、まあ強いて触れるならスキルターンが1減ったので、スキルさんの回転率が非常に、追加ターンも合わせれば非常に回転率が良くなるので、まあより火力は出せるようになったのかなと思います。はい、それでは今回の、目玉英雄ですね、血拳のカリン、闇属性の星4のカリンになります。こちらも、読み上げていきますと、スキル1が、自身のアクションゲージを 15% アップさせ、対象を気絶させた場合追加で 35% アップさせると、なっています。もともとは気絶させた場合のみだったんですけど、デフォルトで 15% 上げてくれるようになりました。そしてスキル2、バトル開始時自身に不死を一ターンの間付与する効果が追加されます。いやー怖いですね。もうこの一文だけでかなり怖いです。そしてスキル3、これも覚醒後の部分だけですが、敵全体を攻撃した後自身に攻撃力アップを2ターン付与する、この攻撃は反撃されない効果が追加されました。これもまたまた強いですね。もう最近のね反撃環境、皆さんもうちょっとねイライラしている部分もあると思うんですけど、反撃されないが追加されて、さらに火力もめちゃくちゃ上がったと。まあ攻撃した後剣バフっていうところで、まあ攻撃する前の方が嬉しかったとは思うんですけど、まあ最近ランとか追加されたので、まあランとこれも組み合わせろっていうことなのかなっていう調整ですね。スキル1に関してはもうこれ公式でも言ったんですけど、強い英雄にはスキル1にアクションゲージアップがついてます。なのでもう闇狩りは強いです。間違いありません。で、まあ最近結構硬い英雄とかも増えてきて、スキル3で倒せるってことが少なくなってきたので、まあ元々はね、スキル3で倒して、スキル1で、攻撃してっていう感じで、気絶させたらさらにまた、アクションゲージが上がってっていう、もう無限に動くような感じだったんですけど、最近はね、さすがにそうもいかなくなってきたので、デフォルトで 15% アップがついたっていうのは非常に使いやすくなったと思います。そしてスキル2ですね、不死。いや、これはもう間違いなく強いでしょう。もう最強の攻め要因として、使えると思うので、まあ、ランと使ってもいいですし、村雨ランとかもう相性バッチリなんでね。村雨ランで剣バフつけてスキル3、ぶち込むみたいな感じで、もう単純にそれだけで強そうなので、めちゃくちゃいいと思います。で、ただですね、防衛に関しては、まあ、不死持ってる英雄って闇セリアとかカイロンとか、まあ、最近はちょっと見ないんですけど、不死がついてる英雄って結構防衛に置かれがちだったんですけど、このカリンの不死についてはバトル開始時につくバフだなので、HP が1で死ななくなるとかじゃないので、もうあっさりエンジェリカとかで、まあもちろん闇伊勢とかもなんですけど、強化負荷つけられたらもう終わるので、まあ、防衛には全然向かない。なので結構いいバランスで強くなったかなと思います。で、攻めで使う場合ももちろん、バフを消してくる英雄がいる。まあ、ポリティスとかね。最近はちょっと減ってきましたけど、とかエンジェリカとかには使えないので、まあ、どっちかっていうと GVG で使えそうな感じはするんで、まあ、なんか、めちゃくちゃ強くもないし、使いづらい場面ももちろんあるし、使える場面に対してはめちゃくちゃ強いみたいな感じで、いいバランスで、強化されたんじゃないかなと思うので、これはカリン好きな人は嬉しいのかなと思います。僕もちょっと育ててないんですけど、全体攻撃要因があんまりいないので、カリンは育ててもいいかなと、思っています。はい、英雄としては最後ですね、クラッシュチェンジした伝道師カーマインローズ、こちらはですね、ちょっと細かいところはもう割愛しようかなと思うんですけど、まあ、最近よく、クラッシュチェンジ組が調整されてるんですけど、ルーン3だけ調整されて、いってますね。まあ、もともとは属性特化で、活躍する英雄だったんですけど、まあ、それでも全然使われてないっていうところで、その属性縛りが抜けて、条件が緩和されたような、感じですね。まあ、クラッシュチェンジ組に関しては PVE とかで活躍する場面とかが、多々あるので、まあ、そのうちなんかそういう方面で
活躍してくれたらいいのかなと思います。もちろんね、使えないことはないんですけど、何分ステータスが星3なので、そのステータス面をどうにかしないとやはり使いづらいっていうのが現状だと思います。はい、最後異物になります。女神の闇なる手、こちらはですね、クリティカル発生率クリダメが上がる量は変わりませんが、減っていく量が半分になります。なので、まあ、意外にもともと強くて僕は、さっき言った通り使ってたんですけど、減少値が減ったので攻めで使うときに、ちょっと持久戦になっても、多少、活躍できるので、まあ、ちょっと使いやすくなったかなっていう感じですね。まあ、そこまで目立った変更ではないので、あんまり使ってる人もねいないと思うんで、そんなに、意識してないとは思うんですけど、たまにね使ってる人もいるので、僕としては嬉しい調整です。そして二つ目が混沌の指導者たち。これ星4ですね。防御力が 10% アップするという効果が追加されました。で、元々のこの異物多分知らない人の方が多いと思うんですけど、アサシン異物で生命力状態が悪いほど回避率と防御力がアップするっていう、異物になります。もうこれはもう闇カリンと一緒に使えと言われているような、感じですね。なので、まあ、さっきね、防衛では闇カリンちょっと弱いよとは言ったんですけど、この指導者をつけた、吸収度耐久型闇カリンとか、なんかめちゃくちゃめんどくさそうな、回避最大で 40% するし、で、不死もついてるし、みたいな感じで、ちょっとめんどくさそうな使い方もできるかもしれませんね。はい、というわけで、バランス調整について、まあ、今後のね、使い方というか、どういう使われ方をしていくのかっていうところを解説してきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、ひとまずは闇カーウェリック待っていた人はおめでとうございますといったところですかね。かなり使いやすくなったので、今のエンジェリカ環境をこのカーウェリックがぶち壊してくれるんじゃないかなと期待しています。そして個人的にはエダですね。あと信頼度も半分ぐらいなんですけど、もうすぐ上がりそうなので、エダは使いたいですね。一応モラゴラもね、ちょっと振ったりしたんで、エダは使ってあげたいなと、思っているので、ちょっとなんか考えようかなと思います。まあ、明治枠なので、まあ、ベリアンがいなければね、ダグエル要員としても使いやすいですし、なかなか面白い使い方できそうなので、ちょっと使っていきたいと思います。そして闇カリンに関しては、まあ、ちょっと、モラゴラが足りれば育てたいんですけど、結構ね、あの子モラゴラいっぱい振らないといけないので、全体攻撃要因としてはめちゃくちゃ強くなって、まあ、反撃もされないということなので、反撃に攻める要因としてはかなり強くなったんで、まあ、ランディと闇カリン使い分けで、使っていくのが良さそうな、まあ、両方入れてもいいですしね、強そうなので、ちょっと、まあ、様子を見て育てていこうかなと、思います。というわけで、皆さんの感想もね、ぜひ、コメント欄に書いていただければなと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。